今回はニコニコ超会議で発表された限定の獣神化回ナイチンゲール使っていこうかなと思います。でイースターバージョンですね。性能に関しては重力水キラー持ってるのが獣神化だったんですけど、今の環境だときつすぎるから魔改造されて、状態異常回復に転送壁にウィンドウ新しくついて、あの SS がね自強化継続タイプだったんですけど、そこの要素はロングスピードロングパワーでやってきましたと。だから SS は普通の自強化と範囲回復っていうものになってるんですけど、まあ、その強化要素が消えたわけじゃなくてアビリティで追加されてるっていう感じだね。だからそこに SS でさらに自強化がまあ何倍か乗ってくると思うんで、さらに強くなりますよと。で友情コンボもヒーリングボムスローで誘発と回復できるし、この超強反射クロスレーザーが威力がまあ 54,900 なんか元の威力の10倍になってるらしいね。なのでユークリも発動したら30倍レーザーよ。なのでこれを、まあ、とりあえずギミックいっちゃん合ってるのがまあ新立てなんで、ここで使ってこうかなと思います。新立ての友情ゲーってヤクモとかでやってたっけ。まあ、でも友情コンボも強くなってると思うんで、あ、来た来た来た、これ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 で、誘発すると大変なことになるから、はい、どうかな、ゆくり、おやってたね。で、一体は変なキャラ入れないといけないんで、私の、なんか倉庫に眠ってたレベル1始末、これ使っていきます。いや、ゆくり発動したら、ここもやっぱ消し飛ばせるな。いやね、アンチアビ的には、高難易度にぶっ刺さってるわけじゃないんで、あれなんですけど、ちょっと友情コンボでどれぐらい削れるか、はい。お意外と、あ、意外と削るな。ここってね、ギミックが、味方3人に触れると最大殴り威力になるっていう仕組みだから、友情コンボの強化って何もないんですけど、これいけてるな。で、島津はレベル1だから動けないんで、まあ、適当に友情コンボ直す。あー、強っ！死んだ手をここまで、ヤクモだったら多分ズドーンってやってると思うけど、それ以外のキャラでここまで友情できるキャラいねえでしょ。いねえよな。はい。で、友情出して、誘発して、削っていきますと。オッケーオッケー。殴りもある程度は通用しそうだしね。っていうか、殴ったらどうなるのか。多分大半のクエストは、友情コンボになってそうだから、これを直す、直す、直すで。はい。直す、直す、直す。オッケー。あ、でもレーザー針でレーザー針であいつ食らってない。ちょっと殴りの強さを見てみたいな、そしたら。友情コンボもそうだけど、ここはちょっと殴りが強いところだからね。できれば殴りをしっかり、出してみたい。基本的にはだから、お一回弱点殴っただけで半分ぐらい持ってったな。やっぱね、アンチアビ的には高難易度のどこにもぶっ刺さってないから、まあ、こういう時は大体未開に刺さりがちみたいな印象私あるんですけど、だからそこでちょっとなんか、輝いてくれんのかなみたいな感じだね。今の最先端クエストには刺さってないから、アジテーターで一回ぐらい持ってったら使うかな。で、ゆっくり。今日は、シンデレラの失敗をちゃんと活かして、はい。運気取ってきてありますから。やっぱ、ユークリ使うと削れるな。で、こっから覚醒弱点だから、死んだ手って殴り食えだけど、いや、ヤクモ以外でやっと来たか。殴れる。殴れない。友情コンボ強い貴族性のキャラが。はい。で、殴っ、いや、そうなのよね。結局、元々の確かナイチンゲールの自強化継続って 1.5 倍じゃなかったっけ。だからもう言ってしまえば、最初からもう自強化は継続してるのよ。で、ゆっくり、誘発。で、誘発、はい。いや、これちょっと SS 使いたいな、SS。12ターンで範囲回復もできるから、一応これね、ヒーリングボムスローと範囲回復活かして、あれ、地雷とかのクエストに連れてっても、まあ、死んでもその後、生き返るみたいな、バーサーカーみたいなことができるから、そこもちょっと期待してる。おー、4P がそこ。じゃあ、とりあえず 4P 直しに行こうか。直しに行って、あー、強いなー。友情コンボだけで、これ、友情コンボだけで、当たり前のように何千万とか叩き出してるもんね。おー。いや、だからこれを、あとは、ちゃんと使える、すげえおもれえところがあったら、そうだね。友情コンボだけで5600万でしょ。弱点倍率は、あれか。一応9倍だから、そこの補正はあるにしても、数千万は余裕で叩き出してるってことよね。はい。で、これで、そうだね。弱点なしで、弱点なしで1800万叩き出してるから、おー。
いや、あとはイラストだね、イラスト。個人的にはナイチンゲール獣神化とかのイラストもね、あんまり好みじゃなかったから、これ、めちゃめちゃ可愛いタイプのボーレンに戻ってる。だから、進化とかのタイプと同じかな。じゃあこれちょっと、SS 使って、これやってみようか。横貫、1フレ。殴りの強さと、そここれ弱点にチクッと。さすがにちょっと厳しいかな。あー、さすがにちょっと厳しいね。1フレだし。で、回復。もう全然回復してるからわかんねえや。あとは 4P そこ。4P は直してあるから、とりあえず島津は減速壁。そうね、減速壁切って適当に貼り付いておく。はい。よし、OK。もう一回ちょっと殴りみたいな。味方を3人全部触れて、味方3人全部触れて殴りをちょっとやってみたいね。そしたら一瞬で消し飛ぶと思うわ。はい。ここでチクッとチクッとチクッと。あぶり。ですよ。やっぱ殴りも強いから、あとはやっぱり、これ全部の性能発揮できたところは、確実に、終わりだね。じゃあちょっとね、友情コンボだけで、どれぐらいボロクソできるのか、ちょっとこのパラドクスで、試してみようかな。当たり前のように数千万出てる。全パーフェクトこれいけんじゃね？終わったわ。ちょっと、いや、今多分全、友情コンボ倒す部分だけ抽出して倒したけど、全パーフェクトいけました。いやいや、ちょっとラストゆっくりあったからチートもあるけど、いや、まあ、ね、これ役もできますかっていう話ですよね。はい。いや、そしたらもうね、あれだわ、クエストのギミックで、すぐ死なないようなところで、こいつの限界点を探ろう。のかい。だからここ、新浦島か。一応ここって、地雷持ってぶん殴られるとダメなんですけど、まあ、言うてもヒットポイント確か数億ぐらいなんで、頑張ったら多分倒せるはず。で、あとヒーリングボムスラあるから地雷踏んでも全然大丈夫。はい。じゃあ地雷踏んでも、あれ踏んだか？あれ踏んだか？まあ踏んでも大丈夫ですよと。よくわかんないけど。じゃあこれでいけんじゃないのかな。なんか知らぬ間に敵消し飛んでるからね。あとは敵の探査とか入れて、あ、いや、状態上ブラストあるから、危ねえ。危ねえ、そうだ。これ今、こいつが直せる、スノードロップが直せないから、あれだっただけで。おー、ダブルゆっくり、これ直せる。いけ、消せません。どう、消しましてる、消しましてる。いや、これ多分、ゆっくりの暴力と、もろもろ相まったら、いや、いけるな。意外とボス戦とかもいけっかな。どうだろう、これ。この辺なんだよな。はい、友情。いやー、どうだ、これ。これはちょっときちいか？意外とこれ、でもこれ、友情コンボみんなで出したり、ゆっくり出したりしたら、ゴリ押しでいけるかな？で倒そう、OK。倒せる。あ、いや、意外といけるかもしれない。で、こっから、あ、そうだ。浦島は、こっから防御ダウンと、あれだ、弱点強化の2つ入れて殴るタイプだから、あ、でも別にこれ、入れて、で、こっから友情出す。はい。はい、これどう？おお！ちょっと、チートじゃねえか。本当だったら地雷持ってぶん殴らないといけないのに。ヤクモもここってやっぱできてんのかな、そうすると。だからここを拾って、はい。もし、たまにはゼロ突破でもいい。ゼロ突破でもいい。よしよし。で、ヒーリングボムソロで回復。お、なんかすごい回復してる。いや、意外とこれいけるかもしれない。だから、マインスイーパー。いや、ワープつけたらアジテーターぶっ壊れるからダメでしょ？意外といけるのか、じゃあ。で、これはい。あ、レザーストあるか。もしかして。意外とこれレザースタルからきちいかな。で、電線切りは大丈夫。あ、そっか。でも、蓬莱が、真ん中踏んで、反対側踏んで、で、帰ってくる。これどうかな。あー、削れる。もう、いける。で、弱点強化もあるから、まあ、これはおいおいするとして、できればだから、ちゃんと両方踏んで、強化も入れて、友情コンボ。はい。これどう？いけ！あー、強っ！本当にこれ地雷持ってぶん殴らないとダメなクエストの作りですか？あれ？睡眠で寝た時ってちゃんと機能するんだったっけこれ。あー、する。強ー。あれ？普通じゃん。普
通にイケてる。あれ、浦島のクリアモンスターにヤクモっていたっけ？いなかったら、いや、ヤクモにこれは勝ってるよ。いや、でもあれだな。せめてウィンドウじゃなくて魔法陣もらえてたら、まだちょっとなんか友情コンボゲーで、ヤクモとの差別化みたいなことちょっとできそうな気がしたけど、はい。いや、この辺なんか調整されてそうね。だからここに地雷あるけど、ちょっとこれ踏んで、わざと踏んで死ぬかな？あ、全然死なない。まあ、4万3000から。ヒーリングボムスロー、ヒーリングボムスロー。6万ぐらい回復してる。意外とこれいけるかもな。死んでも全然なんとかなってるから、地雷クエだと全然いけた。ダメオだね、そしたら。ダメオついてくれると、地雷だけ気にしときゃいいから、いろいろ遊ぶ、ああ、来て、いやー、自分じゃねえか。まあでもこれは、誘発ユークリがあるから、はい、はい。これと、いけ、おおあ、そうか、やっぱボス1億程度だから、やっぱ数億程度だったら、いや、これも基本さ、やっぱ誘発しまくったら余裕だね。で、SS の倍、あ、やべ、そうだ、SS の倍率調べるのすっかり忘れてた。まあ右側には書いてあるんで、はい。まあ、調べて右側に書いとくけど、今私は攻略サイトさん見に行って何倍か見ようか。ナイチンゲールの、でも20ターンだから、20ターンでヒットポイント回復倍率あるから、そこまでだと思うんだけど、ああ、1.8 倍か2段階目。じゃあちょっと、あ、いや、ボスがダメかまだ。弱点強化、で、友情コンボ誘発。よし！あれ、これ同時蘇生だっけ？同時蘇生だとちょっとめんどくさいぞ、これ。てか、その前に浦島が死にそう。浦島がその前に死んじゃいそう。とりあえずこれは一旦何もできない。あ、でもこれあれなんだ、何もしないんだ。じゃあ友情コンボ誘発して強化入れます。一応これ速度強化入れるために、いや入れない方がいいか。弱点強化、これどう、いけ、ヒーリングモンスロー、よし、死なない。あ、でもこれあれか、 SS 使ってヒットポイントゼロにしまくった後にやってもいいのか。ちょっとこれやってみようか。はい、さあ、これでイースター、はい、でこれでヒットポイントが少ないけど、はい、めちゃめちゃ回復しますよと。こういう使い方もできるな。で、爆発しても、あ、そんなに大したダメージじゃない。踏みまくってヒットポイントをこれ使って殴るっていうツールはもう全然いけそうね。はい、でこれで強化入れて友情コンボ誘発と終わる。いやー、これが基本さ、全然いけるな。てか、普通にこれやるよりも簡単なんじゃねえの？はい。ヒットポイントの回復も、範囲内の味方の、90% を回復するらしいんで、だから、まあ大体、ナイチンゲール1体範囲内にいたら3万ぐらい回復するっていう感じだね。で、これを放雷で、今横間で、下がってって、倒せっかな？はい。いやー、でもみんなにナイチンゲールの、イースター私持ってんだってドヤーみたいなことのために一体ナイチンゲールのイースターバージョンやってたけど、配布されてる。いや、運営さんの優しさだけど、いや、これがたまにコメントである、いや、私だけ持ってりゃええみたいな、強いキャラ私だけ持ってりゃええ理論の反対側が来た時、クエストが簡単になった時、悔しいじゃないですかの感じだね。そしたらこれもうそろそろ使って、強化入れて友情コンボ出しに行こうか。はい、敵は殴らない、弱点強化の両方入れて、ドカンドカン。あれ、いや、防御ラウンド強化入れてるとはいえ、なんか今一瞬で2億出してなかった。あれ、ユークリ超えてっけど。いや、だから、いやー、これも、友情コンボは、いや、確かこう、やっぱこの手のひら返すレベルだな。あとは、クエストがやっぱないから、どうだろう、アジテーターに1体積み込んだら活躍できる強さ持ってんのかな。ヒットポイントも回復できるから、意外と活躍できそうな要素はあるけど、やっぱワープで翻弄されるから微妙いかもしれないね。まあ、この辺は多分、まあ、誰かやる人いるでしょ。ナイチンゲールで、アジテーターやってみたみたいな動画。私もやるかもしれないし、やんないかもしれない。いや、でも、友情コンボに全く不満はないというか、やっぱ、想像以上でしたね、これは。あとは、クエストがしっかり来て、ナイチンゲールぶっ壊れみたいなことが、大手を振って言えるようになったら、最高です。ごきげんよう。